結婚すると思ってた？うん、思ってた。あ、結婚してくださいって言われてたもん。最初気持ち悪いでしょ。最初から結婚してる。あいさん結婚してくださいって言われたもん。めっちゃ嬉しいです。嬉しくないですか？そうだね、やっぱり。でも付き合ってない。いやでも付き合うとかがめんどくさい、そっちの方がいいかもしれないです、もしかしたら。あ、すぐ結婚の方が。あ、合わなかったら嫌じゃん。多分自分の生活リズムを崩されるのが嫌なんだよね、前の人の時は。前の人の男の人がかわいそうでした。見てて男の人は振り回されて。そう、ちょっと待って、今はいないです。おりません。食べられない。おりません。おりません。わがままなんだな、きっと。いやでも自分ができないことやってもらえるのがあるかもしれない。いやいや、自分でやる。え、だってもうずっと一人暮らしです、高校から。もうそれが慣れちゃって、一人に喋んなきゃ OK だね。動物ならいいんだもん。喋んなきゃいいんだよ。喋んなきゃ OK だね。ワンちゃんの世話とかしてくれたら。いや、ワンちゃん、一応付き合ってみたんだよね。その時いや、全然。いや、好きだし。いや、まだやります？そうだね。いや、来たくないじゃん。カメさんの目が一番来たいよ。いや、でもそんなモテないですよ、本当に。女子は。あ、そう。男性はすごいって聞きます、やっぱり。いや、男の人モテるでしょ、絶対。めっちゃ来るんですよ、その。でしょうね。いいなぁ。それ放題でね、男ならね。いいなぁ。なんだろうね。わかんない。ヤンチ君ってどうですか？モテるのわかります？いや、多分そんなに、あの、KGB の女のいる人たちは、みんなヤチさんより、伊勢さんの方が好きです。ああ、そっちがいいです。なんか田村さん。だからね、気遣いとか。あの、男気ある性格なんで。ギャップが。そうです、ギャップが、はい。深みってことですね。そうですね。ヤチに深みがない。ない。もしかしたら、怒られちゃう。